はい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 、どうもしゅんチャンネルです。イエーイ。というわけでね、この企画なんですけども、今日はね、今日の企画は鉛筆とカッターを使って、いかに、芯だけをきれいに削れるかっていうのを、やっていきたいと思います。でね、カッターで削るとね、木くずが出るので、なんと受け皿、ここにはまるようにやります。でね、動画の前にね、1個やってたんですけど、これ見てください。鉛筆の芯、丸ごと芯のところ、これ折らないでカッターで削って、こういうふうにしました。ここまでいくと芸術ですよね。あとはいかにガリってやんないかとか、そうですね、ちょっとデコボコ、完璧にはいってないんで、この綺麗なとこは綺麗に削れてるんだけど、このボコっていったのはちょっとガリって置くとこまで削っちゃったっていうのもあるんですけど、よく見ないと分かんないんですけど、ちょっとデコボコしてますよね。なんで今度は綺麗に、ね、削っていきたいと思います。ただね、動画ねちょっと長くなるとあれなんで、ちょっと今日こんな時間こんなことやってるよ的なノリでやりますけど、まあ、一応ね、動画で刃物とか出ちゃいますけど、これ図画工作って意味でやるんで、別に決して危険な動画じゃないんで、あとちょっと鉛筆もったいないって意見はちょっとすいません、そういう動画だってことで認識お願いします。はい、ではね、早速ね、これ普通に買っていきたいと思います。最初はね、シンプルに刃の場所バンバンバンっていきましょう。たまにね、こう引っかかり悪いとね、頑張ってる、まあ、最初はね、まだね、黒い芯のところまで引かないんでね、大雑把にバンバンってやっていきます。見えやすいよね、白い壁の方が。じゃあちょっとガンガン削っていきます。おお、あんまり入りがいいと折っちゃいそうで怖いぜ。おお、まあね、こういう感じで、ちょっと見えますかね、削れてますよね。よし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 、はっ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 、よしよしよいしょよいしょ。なんかもう鉛筆の木のくずが吹っ飛んでいってますね。ちゃんとこの箱の中に収まってないですね。よしよしよしよいしょ。うわ、あぶねえ。だいぶガリッといっちゃったけど、こういう感じで、ほらほら、だんだん黒いとこ見えてきたでしょ。こうやってこうやってね、あとはいかに折らないで、これみたいにするかですね。メルカリとかでさ、こういうの何本も作って逆に売ったらさ、欲しいって人いるかもしんないね。なんか昔削るのやってたんですけど、最後までいけなくてって、鉛筆も高いの買ったんですけどね、
250円ぐらいだったかな、3本入りで。でカッターも200円台とか300円台になったんですけど、確か500円台だからいいカッター買いました。やっぱ物が高いだけあって削りやすいですね。だんだんこう黒いとこ見えてきたらもう繊細ですよ。おおおお、見てくださいこれ。いきます、ペロン、ほら見えますかね。あんまりデコボコなってないです。さっきみたいにこうデコボコなってないでしょ。結構ちゃんと上積みだけ削るっていうかね。よしよし、そろそろ終盤だ。あ、ちょっとガリってやっちゃった。よしよいしょ、おーよいしょよいしょ、おーおー、いきますね。ほらだいぶだいぶ長く、しかも黒いところもちゃんと取れてくるっていうね。あ、黒いところは取れちゃダメか。あの木のとこね、鉛筆の芯の周りの木のところ。オッケー、あ、やべ、ちょっとガリってやっちゃった。まあちょっと長くなる。あ、なんな、もう7分も経ってる。まあ随分噛んだな。まあ、こんな感じでほら、さっきみたいにほら黒いところいっぱい出てきたでしょ。もうちょっと時間なんでそろそろにしますけど、こう分かりますかね、この白い壁のとこで。あ、ちょっと手が邪魔。この感じね。さっきよりは上手にできてんのかなって感じですね。ね、これ折らないでねやってんですよ。カッターがやっぱ高いやつ使ってるから、あんまりこうボケってかガリってやんなくて済むっていうかね。まあそんな感じなんですけども、まあ全部やるの大変なんで終わりにしますけども、まあ7分8分、何を見せられたんだって思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録とコメントお願いします。しゅんちゃんはね、しゅんちゃんは TikTok もやってるし、ミックスチャンネルもやってるし、 Twitter とか、あと今度ブログもやろうとかいろいろ考えてますんで、よければね、あの天栗旬ってひらがなでインターネット Google とか Yahoo とかで検索していただくと、天栗旬 YouTube って私のチャンネル出てきますんで、よければ見てください。ご視聴どうもありがとうございました。また見てね。バイバイ。